どうも皆さんこんこにちは、キウキウです今回ですね、えー、クラッシュ・オブ・クランのターンホール7の配置について紹介していきたいと思います。えー、以前にもですね、ターンホール7の最強配置というか結構強い配置だよっていうのを紹介したんですけれども、やはり、えー、とターンホール7で一番攻められることが多いのって、やはり、在、え、碧、ー、そしてドラッシュだと思うんですよ、クラン戦において。えー、っと、まあ、ドラッシュをやられた場合、ターンホール7ですと、その対空砲がレベルが弱いゆえに、 上に、えー、その対空砲も2つしか置けないというですねまあトラッシュをやられたら100%取られてしまうのがまあ当たり前なんですよしかしながらえー、まあ在飛で攻めてくる方も結構おられますよねその在飛で攻めてくる方方じゃないな在飛で攻めてくる敵に対してのもうね絶対に防衛する、えー、その配置というのをですねご紹介していきたいと思いますその名も10日型配置10日型です10日型です 早速見ていきましょう。こちらなんですけれども、ドン。はい。こちらですね、まあえー、私が以前入っていたクラメンがですね、これはマジで強いから、もうマジやった方がいいよと。もうですね、まあ、結構皆さんに言っていた配置です。まあ、その方はですね、まあえーまあ、ターンホール8になったので、まあ、ちょっと紹介していきたいと思います。えー、っとですね、何が強いかというと、まあ、ちょっと待ってください。ポイントを出しましょうか。ポン。 えー、皆さんですねこの配置を見て真っ先に思うのが対空砲外にあるやんボケガスともうジャイヒー余裕やんということなんですよしかしながらそ,そう思ったあなた違いますえー、っとですねまあウォールブレイカーをまあジャイアント1体出してターゲットを取らせた後にボールブレイカーを、まあ、2体出してここ破壊しますよねこのこの壁を破壊するのはいいんですけども破壊しましたそしてジャイアントで、えー、破壊しました そしたらジャイアントは確実に、えー、アーチャータワーか大砲の方に流れるんですよ。それ流れるの別に良くねと。あとまた、あ、そこで対空砲1個壊したんだから、まあ、ヒーラーつけて、まあ、やればいいよくねって考える方も多いと思うんですけれども違うんです。ヒーラーをつけたジャイヒーは絶対にドント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 ンもう最短の防衛施設を、えー、壊しに行きますのでもうぐるぐる回っちゃうんですよ。 マラソンしちゃうんですよ。ええー、ジャイアントがね。なので、この配置は、えー、っとですね、ジャイアントがま,なまず中に侵入することができないんですね。それでいて、この隠しテスラの配置。この隠しテスラの配置が非常に強い。えー、っとですね、隠しテスラの範囲が、このもうマラソンしているときに、もう隠しテスラで順序ずーっといけるので、この隠しテスラがミソですね、この配置の。そしてですね、やっぱり、その、 ジャイアン、じゃ引いて、ジャイアントで壊していって、ジャイアントが中に入っていって、まあ、その、なんて言うんでしょうね。マアーチャーとかウィザードとかが来て、なんかで100%取られるっていうのが結構理想な形ですけれども、これはジャイアントが真ん中に行くことができないんですよ。もうぐる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 回るので。なので、この配置は非常に強いかなと思います。ということで、今回はですね、えー、タウンホール8じゃなくて7のですね、最強配置というか、えーまあ、やっぱりクラン戦で、 おじさんを取られないための配置でした。ご視聴ありがとうございました。